はい、はい、おはようございます。坂田のパパゲッセン、ミカドです。まあ、おなじみになりました。バーチャファイター 3TV 月例大会。何、はい、8月度 ?8 月ですね。2018年8月。はい。本日は36名。はい。ご参加ありがとうございます。はい。というわけで、まず、そっか。ゼロ回戦が4つあるんだ。はい。じゃあ、手前で、KJ とシュン。KJ とシュン。じゃあ手前側。KJ とシュン。相手分かりますかね。はい。じゃんけんお願いします。僕はシャムロックと渦巻き巻きを。分かります？大丈夫です？シャムロック分かります？若い子です。今日は普通の月例大会で、初中級者大会は来週、来週です。31日に、はい、やりますので、で来週は、その後、初中級者のチャンピオンカーニバルもやる予定になっております。ということで、じゃんけんは今やってる感じかな。はい、ワンピー、ツーピー、まあ、コンパネと、ステージの方2台、はい、2台でやる、2台進行で、はい、すげえ多いな今日。はい、いやなんかね、久しぶりの感じするけど、なんかこんだけ来てくれると嬉しいですね。嬉しいですね。はい、じゃあ、8月度の、バーチャファイター 3TV 月例大会始めます。はい、スタートしてください。お願いします。あ、これ2つ配信してんの。いやいやいや、あ、2つやってんの。 2台配信、あ、違うよね、1台だよね。はい、手前が、手前の筐体が、KJ、ジャッキーとシュン、リオンと。いや、エルボスに強いよ。まずは KJ が1本。これリングはどっちが取ったんだろうね。ちょっとね、やり取りが見れてなかったんで。いや、ちゃんとでも下段に対して選球台で返したからね。やってる。先キックを使っていって、うわーって選球台強いよ。うわあれね、結構我慢できない。まあね、気持ちは使ったってなるとね、しちゃうから。ガードしてたらまだ我慢できる時あるけど。いや、いい。さあ、裏を取って、いい L。 うわー、当たんなかった。まあ、おそらくアン、まあ、でもリオンもね、アンジュナシ結構選ぶから。まあ、そうね、確かに。いや、最初だ。お、いや、いいよ。さあ、登山が入って、お、おお。さあ、シュンのリオンが取り返して2-2。僕は渦巻さんの勝利。はい、じゃあ、奥の方で生皿周平、周平さん、あ、来ますね。はい、ジャンクお願いします。行ってる間に追い詰められてるリオンが。さあ、どうだ、横投げ入り、あっと、ヒゲリン。はい、KJ の勝利ですね。はい、じゃあ手前の台で里見飯店と枯れ飯、里見飯店と枯れ飯、じゃんけんお願いします。さあ、里見飯店さんは、まあ、来週の、ね、初中級者チャンピオンカーニバルの出場権があるので、ちょ、それに向けて今日はちょっと頑張ってほしいですね。仕上がりはどうかと。結構でもやってるっぽいから。ああ、なるほどなるほど。 3PG からの経験の投げ、はいはいはい、確定のコンボ、確定のやつできるようになってた前。あ、なるほどなるほど。だいぶそれできると強いからね。そうね、あれはまあダメージも高いし、リングアウトも、うん、横向きにいけるからっていうところで。おー、いい投げが入った。細かく、はい、細かくいって、おっと、リップ。おお、おお、嘘だろ。まさかの飛び攻撃を下段で読みが合ってたもんね、影川は。さあ、こ
これ影の方もかなり動けてるね。ちょっとね、あの名前初めてかな、カレハンさん。はい、盛り返す。置き攻めとかも知ってる感じだったから今。出る。そうね、PPK 最速で P 打たれるとリレーかけるとダメだね。なるほどね、止められちゃう。軽量級はね、あ、軽量 P だとだけ、あ、我々は止められません。なるほど。まあまあじゃあ手出しちゃいけない。いけない、しゃがむしかない。さあ、コンボはきっちり。ファイト、レディー、ゴー。動きが早いな、影の方が。おお、返し技しっかりしてる。いや厳しい、これは厳しい。寄ってきてくれるとありがたいけどね。おお、ああ厳しかったな今のは。カレハンさんの勝利。カレハンさん勝利、奥の台は生サラが勝利。はい、じゃあ、1回戦から、はい、はい、じゃあスティーブン・レオナと KJ 手前で、で奥で芝尾と板橋ヤハ、え、ヤハギ、板橋ヤハギ、相手分かりますかね、芝尾さんで、スティーブン・レオナと KJ、 OK。純粋な打ち合いになってやっぱ影の方が強いな。まあそうね。影の方が強いなって思った。さあ、さあ 1P 側がスティーブン・レオナ、 2P 側が KJ のジャッケー。スティーブン・レオナさんもね、結構今やってるからね、動きは良くなってきてる。いやもうあれですよね、結構あの世界大会前の大会ぐらいからこう大会出だした感じだったと思うんですよ。だから6月だから、 まだ2ヶ月3ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらいで肘を緩めかして9月にを最速でやってくるって結構怖いよ、ね、ああなるほど。あ、今それは相当練習しているのでは。3だったら分かるけどまだ。おお強いよこれ。発生8フレームの飛び技。いや、いい2択だったけど我慢して小円楽から落ちない。惜しかったな。あら、おっと、おしゃれ。さあ、時間はまだある。いや、いいね。あれ、影の下だけやっぱりエルボー入れるのはすごい難しいから。あー、ちょっとね、スカるのが怖い技ではあるんで。ちょっと見切って、おお、いい投げ。あ、チビタが、チビタが来た。あなた、あなたエントリーされてんの。お、されてるよ。俺の仕事か、されてたわ。はい、僕は芝尾勝利。じゃあ、奥で、ミルキーローズとヨシヒサ。お願いします。ミルキーローズとヨシヒサさん、あ、いますね。はい、ジャンジお願いします。え、あ、チビタさん、意外と俺と近い。さあ、いい勝負になってる。さあ、横転して、どうだ。おお、強気の投げ。 KJ 勝利。はい、じゃあ、手前で、スケルトンとツルセンニン。いや、今の投げ確定してる可能性があるからね。後転はね、便利だけど見られるとね。なるほど、後転の、効果に投げが確定しちゃうから、待ってるとね、膝とかも入れる。まあでも投げ行くのもね、怖い。怖い怖い。ちょっと遅れたらビビビで死ぬ体力だったからね。まあ当然そのね、次の技も前転だなんだ、まあ昇竜だ、まあ、ある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 から。後転前転の一発目は攻撃判定がないから、あ、ないからね、新相談に行かないから。そういったところに、まずはスケルトン、なんか久々になんかスケルトンの試合をちょっと呼んだんすよ、今日は。あ、なるほどなるほど。俺チームメイトだから、いい加減やってくださいっつって。我慢強い、下パンを4発食らって。お、いいね。お、いいっすよ、ツルセンニン。
おお会社だ。そう、アキラはね、それが、おお、いいした番。まずはズル仙人が1本取って、よく抜けた。お、投げも抜けて、怖いよやっぱね、影も結構近寄るの怖いですね。怖い、アキラは怖い。アキラはモーコがやっぱね、ピン潜ってくるから。いやー、で、さあ、さあ、時間がない、時間がない。あいや、クリスでもそうやってこうちょっと外文もちらつかせながら相手の技をね、当て身を抑制していかないと。当て身もあるんだぞと、モーションでビビらす。おっ、いい、いい、ジリサリ返し技。さあ、たまらず出した置き蹴りは当たって、モーコ、モーコ当たって、さあ、スケルトン落ちられた。久々登場のスケルトン、いきなりピンチ。あー、あると3はムンタ抜けられて、あっ、硬い、変えてきた、ついに。さあ、ニニ、当てえな。うわあ、これは厳しいな。まあでも時間あるからね、まだ3回読み勝てばアキラ勝てるから。おおっと、まずは大伝でダメージ、指輪近いよ、取って、あっ、はい、あ、スケルトン、はい、スケルトン勝利。はい、じゃあ 手前でパッツンととんかついきましょうか。はい、パッツン影ととんかつのラウで、奥でパンクと野良じじい。はい、お願いします。いや、スケルトンだいぶ危なかったね。まあでもね、鶴仙人さんやってるからね。まあ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 、まあ、惜しかった。やっぱね、一回ね、超えなくて投げられちゃうと、やっぱね、そっからこ う近づいてプレッシャーかけるのが一段ときつくなるんで、とんかつ、あ、いる、あ、はい、じゃんけん、え、パッツンと、あれ、奥は、奥はパンクさんと、パンクさんと野良じじいさん、パンクさん、野良じじいさん、あ、いや、正面にいますよ。え、何がステージを選べる。さあ、FS 界のとんかつさんが、そうですね、あの 5SS のプレイヤーのとんかつが、ラウジ、前はね、ジャッキーでやってたんですけど、あの、まあ、もともと、まあ、FS の方でも使ってたラウジちょっとしてみるということで、まあ、その味見ですね。はい、ラウジ難しいけどね、いい投げ。対するはバーチャマン最強パッツン。さあ、タイトル入って、まずはとんかつが1本。さあ、ボンボは、はい、ちゃんと入ってる。これとんかつ真相だけで死ぬ可能性あるよ。え、どうすんのっつって。まあそうね、うん、知らないとあれやばいから。可能性は、うん、いや、いい投げ、カウンターからの。さあ、バッツン追い詰められた。いや、投げが入るね。投げ早いね。ちょっとね、投げのタイミングを掴んだっぽいね。ああ、離れたら、おお、すげえ。影はね、小手返しがあるから。ああ、そこは、そう、見てからどうこうできるから。え、おしゃれ。さあ、とんかつのラウが勝利。じゃあ、次、あ、自分の試合ですね。じゃあ僕と LJ やりましょう。はい、さあ、奥は野良じじいさんがリードしてますね。僕は野良じじいさんの勝利ですね。じゃあ奥で、水巻真紀夫さんと岩倉レインさん、お願いします。
岩倉レインさんいますか。で、あ、ステージはシュウ君が取って、屋根ステージ、これは厳しいぞ。下にいる方が強いぞ、ジジイは。おっと、謎にしかる。ジジイ戦はね、まず慣れてないと、キャラが弱いとはいえ慣れてないと、何してくるか分かんないからきついと思うんだよね。左投げ、さあ補給、酒を補給して飲んでいく。あー、リングが近いよ。わー、ナイスカード。ホップハンマーが飛び出す。わー、まあまあスピンじゃなくてもよかったけど、これちょっと厳しいな。こういう位置の長い技をね、振られるとジジは多分相当きつい。さあ、デュースが入って、怖い怖い。酒飲んでいく。さあ、3分の1ほど減って、あの蹴り置きは強いんだよね。怖い怖い怖い。おっ、さあシュウ君の勝利。お主がいくらあがいでも私には勝てんのだ。ゲームオーバー。じゃあ、手前王様と生皿、はい、お願いします。奥はやっている。さあ、生皿さんも、あ、そうね、生皿もあの第1回初中級者大会チャンピオンなので、うん、来週のそのチャンピオンカーニバルには、はい、ぜひ活躍してほしい。そうですね。さあ、ヤクホをガードしてマックスで返せるかっていうのは結構サランズのポイントだと俺は思う。あー、なるほど。やっぱ膝で返してくるとヤクを打ちたくなくなるから黙らせるっていう意味は。でサラ戦ってヤクを打ちたがるんだよね、あのコンボが入るから。あー、なるほど、打たしたいから。そこをガードして、まあこういうことだよね。これは厳しいな。おお、はい、じゃあ奥は渦巻さんの勝利。はい、じゃあ奥で豚肉トマトとアチョシ。さあ、生皿まずは1本飛び返して、いいよ、レディーゴー。わー、惜しい。お、ビッグリレーが、リレーがカウンターで、いやー、コンボしっかりしてる。うわー、暴発だな、多分。いやー、厳しいな、やっぱ。おっ、まだ残ってる。吸われたけれども、あー、残念、王様が勝利。じゃあ、手前で、じゃあ、ユートとサトヤン行きましょうか。いるよね。はい、手前でユートとサトヤン。相手わかります？サトヤン、サトヤン、試合です。サトヤン、おーおい、ちょ、誰か呼んで。楽しんでる場合じゃない。試合だよ。さあ、奥は豚肉さんが砂漠を選択してるけど。見えねえな。さすがにちょっと厳しそうだな、みたいなさ。さあ、ステージは
土俵、ステージ土俵は影選択、影選択、このね、ウルトさんも初中級チャンピオンカーニバルの出場資格、出場資格ね、技をガードしたら二択のモルテが超強いこれね、そうね、これは超強い、レディーゴー、およく抜けた、お前を抜ける、下パンを連打する、さあいやほぼ前、あれ難しいから、おい打撃投げ抜け、おいですね、おショージャンプはピーで、うん、さあ打撃投げ抜け、打撃投げ抜けや、あれ強いからね、はい、奥はアチュシさんの勝利、じゃあ奥の筐体、どんぶりとポリゴン、ポリゴン R さん、どんぶり試合、さあ盤石の立ち回り、はい、じゃあサトヤンが勝利で、じゃあ次、嵐とファミオジ、さあ嵐とファミオジ、あ、やってますね、はい、さあ嵐がついにジャッキーに戻るという、とんでもない、あ、そうですね、今日嵐はジャッキー、いやこのジャッキーはね相当強いからね、前までね、アキラとかで出てた嵐が今日はジャッキーと、なんで変えたのって聞いたら、はい、やっぱ相当強いクラス、はい、アキラじゃやってられないって言ってた、影とかもアキラじゃやってられないって言ってた、なるほど、ジャッキーの方がいいって、まあやっぱりね、長年使ってたってところで、あと彼細かいから、あんま勝負するタイプじゃないから、待ち構えてるところにリボンでつくとか嫌だって言ってたから、あーなるほど、まあジャッキーの方がそれだったらいいよねっていう、きちっとこうピーピーとかローとか、まあなんだろうね、まあ、その辺で仕留めたいのかな、もう穴が当たんねえからな、こいつ、さあ、ファミオジさんも来週の ね、 そうですね、カーニバル出場者ですから、なんとかちょっとね、相手つらいですけれども、ちょっと爪痕を、おっと、シーチは合ってたか、いや厳しいな、いや厳しいな、プレッシャーが、おおっと避けられる、大人いかない、おお、これはいったんじゃない、いいっすよ、いいっすよ、出しまー、はい、嵐が勝利、どんぶりと、どんぶりの試合はどうだったのかな、どんぶりは、どんぶり勝利、勝った、はい、じゃあ、じゃあ手前リカちゃん、リカちゃんと藤子で、奥で岩倉と伊藤、お願いします、画面のリカちゃんと藤子、はい、今チビタがマイクを握っております、はい、開幕下段投げ行ったところは止められ、まあまあこの2人はもうね、ミカドでもうむちゃくちゃ対戦してるでしょうから、かなり手の内はまあ分かってる同士が、おお投げに行ったところが抜けないのそれ、リカちゃん厳
厳しい要求を見せちゃった、そこで抜けろと。なるほど、ファイト3レディーゴー。まずは、ああ来てる、あーしゃがみすぎ、しゃがみすぎだね。まあまあまあ、そう言われると何も言えない、まあ、しゃがみすぎ長かったって、まあ、しゃがんだおかげで猛虎が出る、座りすぎ、座りすぎ、ああ、いや、抜けないのもそれもいやいやいや、難しいよね、ないよ、うん、出たとしたらお前なんで3点だって話になるから。おいい勝負、あーあおあっおさあ藤子近づきたい、あああれあれあ入るなあれ先生、いやいや、え先生審議審議、ね、今のは審議ですね、ヤクホにショート処分、どうなんでしょう、さすがさあ、リカちゃんが勝利、はい、ドロッピング、はい、じゃあ、次の試合、あ、じゃあ、カレハンとチビタ、チビ、あ、はい、じゃんけんお願いします。いやー、危なかった、いろいろね、チビタに今ダメ出しの声が、いやいや、あのね、ヤクオが出してショートはやばかった、全然確定じゃねえから、いや、だからあれ、お膝じゃないの、最近あんまやってないからね、ああなっちゃうね、ショート狙ってよって言った時に絶対出ちゃうみたいな、二択のつもりで、そこはダメ出しされるわ、二択かけちゃった、はい、僕は伊藤さんが勝利、はい、じゃあじゃあ奥、KJ と芝生、ここから2回戦ですね、今ちなみにチビタがやってるのが1回戦最後の試合というところで、おチビタまずは1本取られてしまう、この方結構コンボとかもちゃんとできてる、お画面ちょっと切り替わっちゃった、ちょっとあれ、いや膝の位置がいいんだよね、普通に膝の位置がすごく大丈夫なの、そんなんやって大丈夫なの、危ない、あ今ちょっと危なかった、危なかったの、レディーゴー、あれ PPP ダウンはあれね、ちょっと微妙なのかな、あれはスイングすると上、あのジャンプ系のやつが入るから、なるほどなるほど、危ないんだ、そうそれをやりたかった、多分、うわー、あれ一応確定 KO バイトーン、レディーゴー、いいよ、細かいよ、いい人が打ってる、トリアー、うわー、よく受けた、おー、安定の PK、総流拳ね、効果長いけど、おい、いきなりかよ、さあ、多分勝利権じゃないと思うけど、これ厳しいよ、あっおっと逆いった、怖い位置、危ない、さあちょっと手堅くなってるな、うわー痛い、死なない、さあ残るが、おお多分打撃投げ抜けたな、はい、チビタが勝利、じゃあ、手前でミルキーローズとスケルトンいきましょうか、お願いします、スケルトン試合、スケルトンとミルキーローズ、え、俺のブロックきつくないですか、さあ顔が壊れていく、はい、芝生さん勝利、ファイト1レディーゴー、僕が、芝生さんが勝利で、とんかつ、とんかつ、 K
とんかつと野良じじいさん、とんかつと野良じじいさん、はい、じゃんけん。さあ1本目はミルキーローさんが取っていって、おお、積もった。おお、あれらしくない。スケルトさん危ない、今のはスケルトさん危ないから。あれ大丈夫、あれ危ないよ、ね、今の相当危なかった。しかも返し技がだいぶ安い。おっと苦しい、苦しいスケルトン、コマミスが多い。さあそれにつけ込んでいけるか。あーっと安定、はい、スケルトンの勝利、スケルトンの勝利。じゃあ次が僕の試合か。そうこれと、渦巻き巻きおさんかな、はい、お願いします。おもう野試合始まってるから、もう大盛況、野試合もう始まってる。いやいや、奥もう前代埋まっております。さあ1ピー側がシュウ君の DJ、 2ピー側渦巻さんのジェフリー、指定ではシュウ君、まあ1ピー側だから。さあ飲んでいく、下がってるところにゲッツが入って、あと1杯ぐらい飲めんな。おお、さあ飲むよね。これで大体補給は完了。さあどうする、あとは寝られるよ。これきついんだよね、何も入んないから。いや俺はもう厳しい、あの逆立ちね、ほんと何も入んないから。さあ強気ね、プラスケースタート。相当流れが悪い藤巻さんの。起こす、あー失敗した、厳しいね。重量級は重量戦はもう我慢しかないから、投げをちょっとパワーボム起こす。おお、背後投げ入ってた、多分これが強い。そうですね、使ってると背後投げ、あ、しゃがみ投げていきません。厳しい厳しい。さあ、シュウ君の勝利。あれ、奥側どうなったのかな。あ、はい、ゲームオーバー。奥は野良じじいさんの勝利、野良じじい勝利。はい、じゃあ手前でじゃあどんぶりさとやん行きましょうか。で奥で王様アチョシ。さあこれは負けられない。そうですね、まあ、関係性的にはまあ地元の先輩後輩みたいな、そう負けられない、はい、ところでTV を始めたどんぶりが里谷に食らいつくことができるか。さっき嵐になんかね教わってたよ、あどうしたらいいの、対高嵐を。なるほど、さあさあすぐにそれを実行することができるのか。避ける、避けられない。これでちょっと里谷安心したっぽいですね。いやいいいいディレイ、まあ正直キャラ的には全然ジャッキーの方が有利だから。まあまあまあ、キャラ的にはね、そうなんですけどね、やっぱり知らないと宝嵐戦も、宝嵐自体がまあ特殊なキャラなんで、まあこういう感じでこうね、中間距離で割と、そうそうそう、制圧できればこういうの、あの初心者のどんぶりにもワンチャンあるのかなとは思うんですが、そうね、これダッシュね、ダッシュ2択をキー置いとくのがね、できれば
いやーこれでもねこの試合の結果以下によってはもう帰りの電車の中の空気がもうそうねだいぶ悪い大変なことになるだいぶ悪いってなる、まあ、いろいろこうね関係性もあるでしょうけれどもあいいよおいいよいいですね PP からの投げファイトレディーゴーおま悪いさあまずはお流れが悪い後輩が攻めるさああ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 忖度忖度増えたさあ忖度を生かせるかあっおーっとコマミスあいやこれ審議っすねこれね今はだいぶ審議危ねえか気づけた、はい、負けてっからゲームオーバーさあ、じゃあリカちゃんと嵐ですね。はい。いや今のちょっとどんぶりのダウン攻撃失敗は相当相当審議でしたけども、まあまあまあ。さあ。はい、奥の台は、アチョシが勝利。じゃあ、奥で、伊藤とチビタ。ああ、伊藤とチビタ映してえな。はい。じゃあちょっと、配信なりそれやりましょうか。で、そろそろもうこれでベスト8なんで、まあ、こっから先はじゃあ1台でやりましょうかね。はい、画面の方が嵐とリカちゃんですがジャッキーに戻した嵐がリカちゃん相手にどういくかいやー硬いファイトレディーゴーいやまあ、嵐がジャッキーで大会出るの久しぶりなんで嵐のペアはなるべくこうちょっとね動画に残していく方向でやっていきたいと思ってますけどうおさあリカちゃん取り返すレディーゴーイエKO! さあ、Ready, go! 嵐がリーチ。さすがにこのラウンドはリカちゃん。K-O! さあ取り返して2-2。ニきっちりショートはガードして、yeah! おあららしくないが嵐が勝利。はいじゃあ手前で伊藤とチビタ。まあまあしょうがないいや見てて相当きつそうなというか何だろう堅実な立ち回りつつ言えばいいのかね、うん、嵐はああやってないえあれいやだチビタと伊藤だチビタと伊藤って呼んでるんだけどチビタがいないチビタいないまたいないチビタなんで5やってんのちょチビタ試合じゃあまあちょっと先飛ばしましょうかごめんね伊藤君ちょっと飛ばしてじゃあね芝生とスケルトンはい
と待ってね、これ終わったら腹立つよ、俺だって負けたから。で一応ね、ヤクオにショートね確定するときあるから。あ、そうなんだ。効果17のときあるから。あ、なるほどなるほど。当たり方によってはっていうね。まあ苦しいね。苦しい。その理屈は苦しいな。まあ膝だったね。それだよ、確定ではないから、それは。さあ、芝尾が、さあこれね、スエローでね、ジリジリ行くのは本当にいいと思う。いやー、うわー、暴れてた。いやー、厳しい。あー、うまいな、やっぱ。さあ、いいよ。無理だけど、立ってるやつには投げていいよ。いやー、割り込まれる。こうなるときつい。当たった。いやー、相談は入るけど、どうだろう。あー、時間がね、台で突っ込んだとしても削りきれなかったかな。うわー、さあ、スケルトンのモードに PPP。 いやー、厳しいです。はい、スケルトン勝利、はい、じゃあ、チビタと伊藤くんお願いします。試合です。チビタいる、ね、チビタいる、またやってるなわけないか。あ、いるいるいる。オッケー、飲み物を補給してた。ね、トーキックジャックナイフ最後の技は一応効果15だから膝が入る。あー、なるほど、うん、まあ、影だと爪地蹴りが最大かな。さあ、1P 側が伊藤君の葵、 2P 側がチビタのリオン。あれ、ステージどっち取ったんだろう。さあ、ステージは伊藤君が選択。俺はアンジュレーションを選んだ方がいいと思うけどね、うん、こういうとこ。ああ、まあまあまあ、葵だ、図書館、うん、ちょっとでも有利になるようなステージが。おお、強気。さあ、緊張してる、はい、いいね。お、鏡投げ入って追い打ちまで入る。オッケー、背後投げ。ファイト2レディーゴー。あの技は本当にすごい。 UVP クラスよ。ノーケア、回復してないと最速投げは使いますから。割り込む。お、なんだなんだ。今超ジャンプキャンセルっぽかったよ。速点。超ジャンプキャンセル速点っぽかったの。おかしい。避ける。避けるって発想がないんだよな、俺は。痛い。下がってなんとかチャンスを。さあ、これ厳しいんだよな、こうなると。おっと、プレー出た今、出さないよって言いながら。あ、お気に出さないよからも出す。さあ、最大投げが入ってこっちに避ける。あー、もうよく抜けた。さすがに。さあ、チビタが勝って、じゃあ、次が、あ、僕と野良ジジイですね。はい、やります。さあ、ジジイ対ジジイは相当珍しい。
P 側がシュウ君の GG で 2P 側がノラ GG さんの GG ステージはどっちが取ったんだろうね、まあ、どっちでもいいか。ファイト1レディーゴー。さあ GG 対 GG とかあんま見ないからよくわからない。先にやっぱり飲んだ方が有利かなとは思うけど、さあ背後投げが入ってきて、おっとあれ起き釣りだね。さあ時間がない、10杯対8杯。いけるな、飲んでるか。さあ11杯で11杯になって、ああ落ちるね。あ、上系はね、空中判定だから下段の技一瞬でかわすから超強い。さあ、チビタさんがお水を買って、いや、勝ってる勝ってる、お、いいよ投げて、このランドはちょっと厳しいね。上げていいよ、おっと、いける、何やんの、あ下パン、現実点は低いね。ゲームオーバー。いいのシュー、あれ、ジンウ選手出ないの、出てないの。さあ次の試合は、1P 側がアジョシさんのジャッキーで 2P 側がサトヤンの高梨。さあ、スリーオンを強い人と、クジュンがいいんじゃないの、え、クジュンがいいんじゃないの、クジュンは結構いいかもしれないね。さっきビクトリーロードが見えてる、見えたって言ってたよ、マジで。ファイト1レディー当たりたかったわ、いけんのかなとか言ってるとね、結構負けっからね。あー、やばい、おっと、これはやばい、心が揺れた、多分ほらマジかよってなる、ほら、やばい、やばい、ほら、やばい、やばいよ、あー、やばい、やばい、ほら、出ちゃった、あ、おっと、うまい、あ、いや、いい暴れ、やばいよ、ハンドやばいよ、わぁ、ハンドやばいよ、やばいよしか言ってない、めっちゃ減った。さあ、返し技入れて、これでちょっと落ち着いたんじゃない。さあ、必要にボルテを打っていく、まあ、いい、いいだけこれ入んないんだよね、だからそんな、いや闇よだれを倒した、軽くだり、それにこだわってると危ないから、おお、いいね、おお、まあ負けられない、最初だ、もう、いや、バックナックルまでやってたわ、カウンターだと、やばい、おっと投げ抜けなんて入れていない、おっと投げを読んでもろ手で暴れる、あー、おっと、いや入んないかと思った今、レディーゴー、そういうことや、流れ悪いよ、あー、おい、さあジャッキー側はエルボースピンを決めていきたい、あー読まれてた、ジャッキー頑張れ、もうちょっといけ、出して、おいいよ、あー、タツヤきたー、倒してよタツヤン、ゲームオーバー、おー、チビタ嵐だ、誰、僕、お頼むよ、誰、嵐と、誰それ、ゲームセンター嵐、ジャッキーだよ、ジャッキー、あ、嵐とチビタ、さあ
ステージをチビタが選択。これね、嵐がね、チビタに勝ってるのあんま見てないんだよね。おお、なるほど。結構負けてるイメージ。チビタ得意にしてる。なんか混ざったるよ。なんかウルフっぽいのがすげえぞ。やばいのが。さあ、どう見てもリオンに見えません。見せつけなくていいよ。見せつけ楽しんでおります。どうするんだろうね。普通なら土俵だけど、まあそうね、まあでもやっぱ一番、まあまあ、ああなるほど、うん、あ、ジャッキーステージもありかな。さあ、はい、デュラルにはならない。ここのデュラルステージさ、暗くて見えないんだよね。受けていく。おほほほ、置いてた。8番置いて。さあ、選球隊ゾーンに入ってる。はい、遅れて割り込む。ちょっとゲーム間違えてたね、今。さあ、嵐の堅実な立ち回り。いやー、きつい。いやでもね、ちゃんとね、TD をガードした時にエルボー今最速だったのね、ちゃんと。その辺がすごいよね。なるほど。堅実に見えて、味覚はもう最速でかけるって。これはちょっと厳しいな。入らない。さあ、あと1回読み勝てば落ちるか。もう入んないっすよね。落ちる。落としていく。ファイト、レディー、ゴー。おっと、エルボスピン。ちゃんと背中側に避けてるな。最初だ。カザン。おっと、下がる。おお、ガードすんだ。あっと、迷った。すげえな。あ、嵐が勝利で、ここからベスト4というか準決勝か。準決勝だね。じゃあ、スケルトンと僕ですね。はい、はい、お願いします。さあ、嵐がギリギリを制して、残ってんのはスケルトン、シュウ君、サトヤン、嵐。さあ、まあ大体優勝したことある人ばっかり。1名除く。ファイト1、さあ、スケルトンがステージを取って必要にしたバーンを打っていく。そうね、いい間合いをキープしないと飲まれちゃうから。けど厳しいな。さあ、リング際になったぞ。おおっと、惜しい。レディーゴー。アキラじゃなくなったよ。アキラじゃねえの。アキラじゃなくなった。ラッキーなの。言って、先に言ったよ。言ってない。そして僕の申請来てないもん。申請来てない。申請しないといけない。キャラ替えは時間がない。ケルトンさん、これは厳しいね。飲ませないようにするのが手一杯かな。タイムオーバー。さあ、レディーゴー。いい勝負になっております。おお、すげえ、下段ガードする。酒がだいぶ補給されました。これは相当厳しいな。仕掛けが強い。まだ分かんないな。
うおお、惜しい。足って見てればね、コンボで終わったかもしれない。ちょっと難しいけど、さあスケルトンの2択が通用しない。入んなかった。いかない方がいいよ。さあ下系で削り切って最終ラウンド。さあスケルトンも離れすぎると揉まれるのが怖い。おっと、分かんなくなった。これは厳しいか。うおー、素晴らしい。さあ、シューの勝利。ゲームオーバー。さあ、お次はサトヤンと嵐。サトヤン嵐、はい。これはサトヤン相当勝ちたいんじゃない。まあこれは俺もサトヤンを全力で応援します。なるほど、頑張れサトヤン、頑張れサトヤン、はい、応援だけは。まあそうね。そうなるよね。ただね、嵐覚えてたら宝視線めちゃくちゃうまいから。まあ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 、そうだね。なんでだってあのサブキャラのアキラさんって 10-0 でしたもん。そうそうそう。それもあるけど、ジャッキーだと余計さ、返し技がやばいから。まあまあまあ、おっ、いいよ。なんかもじってるよ。もう大ダウンは確定します。おっ、えっ、おっ、ミスった。ミスったけど、ミスったけど、ああいうの見ると軽くだけ出すのは怖くなる。おいいね。さすがの嵐もあれは厳しい。さあ、全然いける。いいスタバン。さあ、いかない。よろめかしたけどいかない。お、あ、安定しない。そして返し技。今のね、餌っぽいね。あ、やばいよね。俺ちゃんと入れてんの嵐がそんな見ないから、あれ KPK、うん、しゃがんで入れるってやっぱ結構すごいと思う。さあ厳しい。近寄れね、近寄れね。うわさあ厳しい。返し技発射した。いやー、嵐が勝利で、はい、じゃあ決勝やりましょうか。はい、はい。さあ最後の死に方、あれね、かち上げやって死ぬっていうのはね、世界大会でも同じ死に方をして審議になってましたからね。当たんねえよっつって。完封された人しゃべらない、気力もない。さあジジイ、決勝はジジイ対ジャッキー、シュー対嵐です。あとステージはどうぞ、もらった嵐が。さあ嵐のジャッキーがあんまやってないけど完成度がやっぱり高い。おい、そうね、ああいうのね、ジャンプに負けたのがジジイの辛いとこなんだよね。お、いや嵐賢い。おっと、あれは帰らないけど多分勝負したんだろう。おっと危ない。ちょっと雑な嵐が見えましたね。まあまあでもやるしかなかった、投げでも時間間に合わないから。さあ待ち構えてる、返し技やるね、さすがに。さあ上系が怖い、上系が怖い。おー、分かったね多分。さあ、鮮烈な立ち回り、ただ10杯伸ばしてるんだよね。さあ、
アラスさん、それ違うよ、覚えてないのかな。ビッグ引いて、さすが、これいけんじゃない。いやでも相当ね、あのシュークがうまいからね。いや結構やっぱこう、あれそれでいいのか、うん、結局キャラの差っていうのがあって、エルボースピンを振り回されると意外と何もできないっていうのがあったな。おっと大き攻めで、いやいいね、出しちゃう。いやそうね、確定、ダッシュ優勝は中。ゲームオーバー。じゃあ一応優勝インタビュー、どこら辺？あ、この辺に立ててるぞ。はいはい、優勝おめでとう。はい、ありがとうございます。優勝、今日相当きつかった、いや相当うん、強いメンツに、しかもステージ平地で勝って気分が、ね、気分がとてもいいです。まあスケルトンと嵐倒してるっていうのは相当すごいと思う。松田の勝ち。静岡弱いんじゃ。まあ静岡ね、世界一位のやつが来てないからね今日。ああなるほど。ちなみに静岡は、はい、社会で組むそうです。あ、3 on 3の話ですね。やばいです、はい、11月の17日に、ここ帝で、3 on 3やりますので、はい、チームないっていう人も、あのアッセンとかも、企画していきますのでよろしくお願いします。一緒に組もう。お前組めやつ決まってんだろチビだ。まあまあ、来週も初中級者大会もありますし、そうですね、もうね、もう野試合で埋まってる、そう、5台動くのがもうなんかデフォルトになってきたんで、まあ、平日もね、まあまあ、すごい人いるんで、はい、まあ、このまま100人、200人とガロスペー勢にも負けずにこう、ね、はい、増やしていければなと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと9月の明日、はい、違う、日曜日、はい、新潟で大会があります。13時から明日が新潟、いや日曜日、日曜日、うん、26日日曜日、新潟の長岡のテクノポリスさん、はい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 、で大会があります。なるほど。でその次の週がアチョウ、9月1日土曜日がアチョウで3を、いやすごいね、毎週なんか日本のどっかでバーチャの 3TV のイベントがあると。今岡山もね、なんか、あ、そうね、ファンタジスタとかもプライベートゲーセンさんとかでもやってるんで、いやいや、ちょっとね、来年世界大会やるっていうのももう告知しちゃってますんで、はい、はい、どんどん盛り上げていければなというところで、はい、今日はありがとうございました。優勝はシュウ君でした、おめでとうございます。はい、レディーゴー。今流れるこれ。まあじゃあ、まあもう一回締めちゃったみたいな感じなんで、はい、じゃあ8月の、月例大会これで終了です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。